てありがとうございます。もう間もなく、記者会見の方を始めさせていただきますので、もうしばらくお待ちください。ここでですね、ホテル側からですねお知らせがございますので、支配人の方に、ご説明していただきます。レンブラントホテル厚木、海老原と申します。会見終了後に、皆様にお茶と、お菓子用意しております。1階のロビーラウンジですね、こちら、先月改装いたしまして、県内初のマッピングプロジェクトマッピングを、画面に映して行ってますので、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いします。
くお待たせをいたしました。ただいまより永里優輝選手新加入会見を始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきますフリーアナウンサーの日比野真理と申します。優輝選手とは彼女が16歳でなでしこジャパン入りした頃から取材をさせていただいておりまして、もうかれこれ17年ということで、また新たなチャレンジをするその門出の司会の、手伝いをさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速スクリーンにご注目ください。
祐希選手ご自身からまずは一言挨拶を頂戴したいと思います。お願いします。はい、報道関係者の皆様、本日は、お忙しい中足を運んでいただきありがとうございます。またクラブ関係者の皆様、この会場運営に携わってくださいました皆様、人生に、一度あるかないかというこのような素晴らしい機会を、提供していただき本当にありがとうございます。たくさんの、方々の多大なる尽力と、協力のもと、この遺跡が実現しました。また私のチャレンジをしたいというこの思いを受け入れてくださったクラブには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。選手として男性の中で、自分がどれだけできるかというのは正直、未知数なところが大きいと、感じていますが、これまでの海外での経験や、積み重ねてきたトレーニングを生かして、チームのプラスになれるように、ベストを尽くしていきたいと思っています。そしてピッチ外の部分でも私を育てていただいた厚木市という町に貢献していけるように、クラブと市の皆さんと、協力をしながら、そういった活動もしていけたらと考えています。チームの勝利に貢献できるように、今よりも自分自身をこう成長させるように努め、町の、コミュニティの一員としてこの街をより良い街にしていくという意識を持って、さまざまな活動をしていき、サッカーを通して街づくり、人づくりに貢献できるようにベストを尽くしていきたいと思っています。で、今回ですね、朝から、たくさんの応援メッセージをこういただき、正直こんなに大きなことになるとは思っていなかったのでびっくりしておりますが、そういった方たちの、応援メッセージを胸に、責任と覚悟を持って、このチャレンジをやり抜いていきたいと思います。はい、ありがとうございました。改めて今ご挨拶をいただきましたけれども、そのことを、より深くいろいろと聞いていきたいと思います。後ほど記者の皆様からもご質問を受け付けますけれども、ここからはちょっとしばらくリラックスした感じでトークをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。朝から本当に話題がこの長里祐希選手の移籍ということで SNS 上でもいろいろニュースになっていましたけど、正直自分の今の心境というのはいかがですか？いや、本当にこんなに注目されるとは思っていなかったので、びっくりしてます。で、こうやって人前に出る機会もあまりなかったので今ものすごく緊張してますなんか緊張してるには見えませんけれども、でも海外の、元チームメイトとか、現在のチームメイト、シカゴの選手とか、いろんな人の声がありましたけれども、そういう、世界的な女子サッカー選手がこう男子のクラブに所属するっていう注目の浴び方っていうのを想像してなかったですか？そうですね、こんなに注目されると思っていなかったですし、FIFA のアカウントだったり、UEFA のアカウントだったり、すごくこのチャレンジを大々的にやっぱり伝えてくれたので、海外の人たちにとってはものすごくこう社会的にもこう意味のある遺跡だったのかなっていうのを、そういったところを通じて感じています。こう歴史的チャレンジというような書かれ方もしていましたけど、心境としては驚いた、皆さんの注目があって驚いたということ以外に、実際これから新しいチャレンジが始まると思うんですけど、今の心境は正直なところ どういう感じか、いろんな感情あると思いますけど、本当に試合だったりしっかりとこう練習をしてみないとわからない部分はあると思うんですけれども、ずっと昔からいつか、男子のチームリーグでプレーしたいという思いがあって、いかにそこのレベルに近づけるかというところを、目標にしてやってきた部分があったので、このレベルで自分がどれだけできるかっていう部分のチャレンジという意味では全くできないっていうイメージは頭にはなくて、こうやってみたら、やってみて分かることだったり、やってみてできることっていうのがすごく近くにイメージできる状態に今あるかなと思うので、
今自分自身 の、 そのパフォーマンスだったりコンディションっていうのが、まあ、年を重ねるにつれてこう上がってきているところではあるので、そのタイミングでこのチャレンジができるっていうことを本当に楽しみにしています。私さっきなんか自己紹介で言わせていただいたんですけど、17年ぐらいゆき選手の取材をさせていただいている中で、いつの間にかその男子の中でやるんだっていうことを言葉に出して伝えてくれてたと思うんですけど、それが実現する第一歩だと思います。どのあたりから具体的にこう男性も関係なく、男性女性関係なく自分がそこでやりたいと思い始めたんですか？具体的には、まあ、アメリカに渡ってからで、まあ、去年一昨年ぐらいから自分自身の、まあ、心境であったり、体に変化を感じるようになって、で、まあ、今年に入って世界的にもその去年からかそのワールドカップでラピノが言っていた、まあ、伝えようとしていた、まあ、男女格差であったりそういった社会的なメッセージをこう受けてすごく刺激をもらって、まあ、自分もやっぱりそういった何か社会的なメッセージをこう発信できないかなっていうのをずっとこう考えていて、まあ、今回少し形は違うかもしれないんですけれども、まあ、男性のチームに入って、女性も活躍できる、そこに挑戦できるんだっていう部分のメッセージを今やっぱり女の子で男の子に交じってサッカーをやっている子どもたちもたくさんいると思いますし、一つのこう選択肢を作ってあげられるかなという思いが非常に強くなって、今回このような形で、まあ、クラブ関係者の協力もあって受け入れ体制もあって実現することができました。実際に今まで誰かがやったことないことに初めてこうステップをまあ、踏み入れるというところには勇気もいると思いますけれども、そのさっきおっしゃった社会的な貢献とかスポーツ選手アスリートが持つ役割みたいなものがこのメッセージの中に多く含まれていると思いますけど、そういう役割というのは具体的にどんなふうに思ってますか？やっぱりそのスポーツの価値っていうのはただ単にその勝ち負けという部分ではなくて、本当にそのクラブがまあ、地域に必要とされる、まあ、コミュニティになることであったり、選手自身がピッチ外の部分でどういった、価値を見出せるかっていうところに今多分スポーツ選手の価値っていうところがすごく強まってきているなっていうのを、まあ、世界的な、そういったアスリートたちの流れを見てきてそう感じているので、なんかそういった役割をも含めてこのチャレンジっていうのは、なんていうのかな、まあ、価値を持っていく これからの私の、まあ、プレーであったり活動だったりで価値を高めていけることにつながっていけると思うので、まあ、そういった部分でスポーツ選手の価値を本当の意味での、価値に変えていくためにすごく大切なことが詰まっているんじゃないかなと思っております。経験の中で、まあ、最初日本で、ブレイザーでプレーして、その後海外に行かれましたよね。ドイツ、イングランド、そしてアメリカと、でいろんな国でサッカーをプロとしてプレーしてきた中で感じたことも大きかったんですか？やっぱりそうですね、プロに多分なっていなかったらこういったことを多分感じることはなかったと思いますし、やっぱり自分が置かれている立場だったり場所だったり、っていうのを考えた上でやっぱりしっかりとこう当事者意識を持って、何かをこう変えていくような、より良くしていくようなアクションっていうのをすごく起こしていかなきゃいけないなっていうのを、まあ、プロとして感じるようになっていきました。何かこう影響を受けた出来事とか人とか監督とか先輩にいらっしゃいますか？多すぎてちょっとでもいろんな経験からこういつの間にかそういう気持ちが湧いてきて自分の立場というものを考えるようになったということでしょうか？そうですね、まあ気持ち的にはすごくまだまだいつまでも子供でいたいっていう風なところが正直なところなんですけれども、まあ、こうして年齢を
こう重ねていって経験も重ねていって、でやっぱり移籍するたびにそういったあの立場的な扱いをされる、まあレジェンド的な扱いをされるようになっていて、自分の立場っていうのをこう認識するようになっていったっていうのはすごく大きかったのかなと思います。まあ、今回いろんなアスリート仲間にも影響を与えることになると思うんですけど、チームメイトだったり元チームメイトだったりからこうなんかもうツイートあったと思うんですけど、ちょっと面白い川澄さんのツイートなんかもうまさしく永里さんのらしさが出てたと思うんです。なんかどんな風に書いてあったんでしたっけ。どんどんやれって書いてましたね。二人はね、そういうプロとして発信するということで、あのよく、Zoom でしたっけ。あ、はい、で、まあ、トークをしていますけども、お互いとそういった思いが強かった、強いということですか。ナホは特にその辺の思いがやっぱり強いですし、まあ、女子サッカー界に対する思いもそうですし、そういった新しいチャレンジをすることに対するその多様性っていう部分ではもっと日本の社会にそういったことを発信していかなきゃいけないよねっていうところをいつも2人で話したりはしていたので、多分そういったことも含めてナホは多分一人の多分強い応援者になるのかなと思ってます。まあ、多分今日これからこう皆さんがこう報道してくださることでまたいろんな反響があると思いますけれども、あのもう一つ今回のこの移籍ということの意味の一つは地元の厚みでプレーをするということにすごく意味を感じていらっしゃると思いますが、ここについてはいかがですか。まあ、ずっとこう世界をこう渡り歩いてきて思ったのは、やっぱ所属するチームごとにやっぱりその地元出身の選手がいて、地元のためにこうプレーしている選手を見るたびにすごくあの羨ましい気持ちがあったんですね。でそういったその地元にそういうプレーをする場があるっていうのはすごく子どもたちにとっても多分夢の舞台にもなるだろうし、あの目指しやすい、一番目指しやすい環境になると思うんですね。で私自身こう厚木でずっとこう20年間育ってきて、まあ、本当に厚木市に育てられたなっていうことがありますし、あのまあ、30過ぎてからずっとこう何て言うのかな、そういう地元に何かを還元したいっていう思いがどんどんやっぱ強くなっていったところはあるので、今回本当にタイミングよく皆さんの協力のおかげでこう厚木市のために貢献できる機会っていうのをいただけたことはものすごくこう感謝していますし、あのやっぱり選手として得てきた経験っていうのはいつかのタイミングで必ずあの地元に還元していきたいという思いが強くあったので、この厚木市に対する思いというのは、兄と同じぐらいあると思います。後ほどちょっとお兄さん登場したらそこは聞いてみたいと思いますけれども、でもあの活躍することがあったこの厚木市というものを、例えば今回世界中の、まあ、女子サッカー選手だったりいろんなサッカーの団体が注目してくれているということで、この厚木市を世界にこう名前を見てもらうっていうチャンスにもなりますよね。はい、まあ、先日あの住みたい街ランキング1位に厚木がランクインしたので、そういった意味も含めて今厚木がかなりこう注目されていると思うんですけど、あの今回この騒動じゃないないいニュースですか、移籍で、まあ、世界の方からやっぱり注目されたので、これを機にやっぱりあのもうちょっとクラブとしても厚木市としても世界とのつながりっていうのをもう少しこう持っていけるような、そういった役割も多分担っていけると思うので、その国内だけで終わらすんじゃなくてグローバルな視点で、あのいいものを取り入れて日本の良さを伝えて、そういったまあ交流の場だったりそういったことがこれから、できていけたらいいのかなというふうに思ってます。今あのちょっとお隣にいらっしゃいますけれども、代表もやっぱりこのクラブ名ハヤブサイレブンという名前を海外に広めていて欲しいですよねってことです。急にすみません。はい、すみません。あのもうこの小さな町クラブで本当このお話をいただいた時はもう衝撃しかなかったものですから、今は世界を目指すなんていう大きなことは言えないですけれども、本当に彼女のこのチャレンジをですね、
全力でサポートできるようにチームとしてもやっていきたいと思いますし、本当にまだまだ小さなクラブで、本当に長さ届け、この後産業で出てもらいますけれども、彼らが育った町をなんとかですね、彼らの本当宝、やはり厚木の宝だと思いますんで、そこを支えていけるようなクラブにこれからなっていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。すいません、急に質問してしまいました。さあ、ここから皆様からの質疑応答に入りたいと思います。まだまだ聞き足りないことはあると思いますので、挙手をお願いいたします。質問のある方、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。大体、あ、じゃあ前の方、いや大体記者の方もっと本当あるね。こんにちは、日刊スポーツの佐藤と申します。先ほど代表の方からこういう小さな町クラブに、話をもらったときは衝撃だったというくだりを聞くと、これは長里さんからこういったご提案というか、機会を話を持っていたということになるんですかね。はい、私の方から提案させていただきました。というのは、もともとこういうクラブがあって、ご兄弟がいたから、やっぱりそういったものもあったから、やっぱり地元への思いもやっぱりあって、いつからやっぱり、はい、そうです。はあ、わかりました。じゃあ、そこでもう一つですけれど、男子の仲間じって、ご自身のどういったプレーが通用するとか、そういった部分なんかやっぱりこういうところでやっぱり男子だったらやっていけるっていうものってあるんですかね。やっぱりフィジカルの部分ではどうしても劣ると思うので、ポジショニングであったり、この細かい駆け引きだったり、なるべくその激しいコンタクトを受けないプレーっていうのは、私自身も海外で磨いてきた部分なので、そういったところっていうのは通用するかなって思ってますし、あとはそのワンタッチボールだったり、その相手のコンタクトを受けないものに受けないスペースを見つけるっていうのは武器にしていける部分じゃないかなっていうふうに思うので、その辺はこうやりながら見つけていけたらなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では他に質問のある方、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。じゃあ、後方の白いシャツの男性。はじめまして、船木と申します。フリーの船木と申します。ちょっと3点ほどあるんですけども、まず長里選手、もしかしたら代表とかで合宿中とかに男子のチームと練習試合をしたりとかした経験とかもあると思うんですけども、今までその男子と女子っていうのがすっぱり分かれていて、融合するっていうのが、おっしゃった通り今までなかったことで、歴史的なことだと思うんですね。その今までそういったこうプレーされた経験から感じてきたことだったりとか、今後そのより女子のプレイヤーがこういう一種の社会人のチームに入ってくるかという可能性を考えたときに、どういったことが必要か、今考えていることがあれば教えてください。はい、そのチームメイトが女子で対戦相手が男子っていう環境と、私が男性のチームの中に一人入って男性のチームと戦うっていうのは、かなり状況が変わってくるとは思うので、本当にこれは想像の範囲、想像の中ですけれども、大学生だったりっていうところまでしか、相手にしてやったことはないんですけれども、その中でも全くやれないっていう感覚は正直なかったので、そういった部分でのイメージがやっぱ強くあったので、じゃあ自分が実際にチームメイトに男性の人がいるっていう中でやるってなったら、ものすごくそこのチームメイトに助けられて、自分の良さがもう少し出て男性相手でも戦えるんじゃないかなっていうイメージは持ってます。で、今アメリカもコロナの状況が大変で、帰国するっていうような決断にもなったと思うんですけども、改めてそのもう日本に戻ってきて、ここにプレーするまでのこう考え始めた経緯だったりとかっていうのをこう教えていただけるでしょうか。これを考え始めたのがちょうど7月に入ってからぐらいで、正直そのタイミングで7月のトーナメントが終わってからのスケジュールが全く発表されていなかったので、
で、まあ、アメリカもあんな状況だったので、こうなかなかこう思い切ってプレーできる環境がなかったっていうのと、結構その状況に疲れてしまっていた自分がいたので、一度やっぱりここで環境を変えて、新たな何かこう自分がモチベートされる挑戦をしたかったなっていう考えた時に、パッと思いついたのが地元の、まあ、ハヤブサイレブンでプレーすることはどうかなっていうアイデアが浮かんできたので、それで提案させていただいたという経緯です。で、まあもしかしたら例えば日本の女子リーグなでしこリーグに帰ってくるような選択肢も、まあ、あったかもしれないですし、まあ、今日本の女子サッカー界も変わってきていて、来年からラグビーリーグが始まりますだとか、まあ、それこそ来年本当に東京五輪がありますっていう大きなイベントがある1年前での、まあ、移籍という形になりますけども、ここで聞くのがふさわしいかわからないですけども、代表からはおそらく2016年頃から、まあ、遠ざかってらっしゃるかなと思うんですけども、東京五輪なんかっていうのは今考えてたりとか、どういうふうにお考えかって教えてください。まあ、正直言うと、まあ、このことしか結構頭になかったというか、やっぱり自分のその欲求っていうんですか、自分が本当に何をしたいのかっていうところに焦点を当てて考えた時に、この選択がやっぱり一番に来たので、まあ、来年本当にどうなるかわからないですし、そこに自分が絡んでいくっていうイメージも正直まだ湧いていないので、まあ、それは、まあ、代表の人たちとの兼ね合いもあると思うんですけど、まずは本当にこの今のこのチャレンジっていうのを本当に楽しんでいきたいっていう気持ちの方が今強いので、そこまではちょっと考えられていないです。ありがとうございます。ありがとうございました。では他に質問のある方は挙手をお願いします。じゃあそちらの男性お願いします。NHK 横浜の記者をしております岡と申します。今のコロナ禍の中なんですが、12月の末までという契約だと思うんですけども、そのコロナ禍の中で地元と触れ合うのってなかなか難しいと思うんですけども、どういったことをその状況の中でもやっていきたいなと思っているかというのがまず1点と、あともう一つは、そのスポーツ選手がもうプレーだけをやるだけではもう価値として足りないのではないかという考え方が非常に共鳴するんですけども、今回その男性のチームの中に入ってチャレンジすることでどういう価値を、世の中の人に感じてもらいたいか、それは先ほどおっしゃった部分もあると思うんですけども、改めてその部分をクリアに話していただければありがたいと思います。この街にどう一つ目の質問一つ目の質問でした一つ目はコロナ禍の中でどういうふうに地元にすいません。ですね、まあ、実際に触れ合うことっていうのは今の多分環境下でも可能ですし、実際まあ、子どもたち向けにスクール活動っていうのを、まあ、私の会社でもやったりしているので、そういったところで、まあ、実際にこうやって帰ってきてそういう機会が全くなかったので、そういったところの活動に少し力を入れていきたいなっていうのは思っています。で、二つ目の質問が社会に対する、あ、そうですね、まあ、このように私自身は何かにこう挑戦するときにあまりこう壁を感じないタイプなんですけど、やっぱり普通の人たちというか、まあ、一般の人たちってやっぱり何かに挑戦するときにやっぱりちょっと勇気がわからなかったり、一歩踏み出すのにこう戸惑ってしまったり、まあ、女性であったりっていうそういう立場から何かこうチャレンジすることができないようなこう雰囲気になっていると思うんですけど、まあ、そういった人たちに向けて何かこう一歩踏み出すこと の楽しさというかっていうのをまあ伝えていけたらいいなっていうふうには思いますし、まあ、さっきも言ったように女性や男性とか、まあ、人種差別とかそういったところをそういう境界線をなくして、行ってできるだけこうフラットな関係でいろんな人たちとこう触れ合えるコミュニティにこの社会をしていきたいなっていう思いもあるので、そういったところが伝わればいいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあもう
お一方ぐらいいけますか。あ、じゃあそちらの男性お願いします。すみません、新聞の赤旗の勝又といいます。先ほどのラピノ選手の名前が出てきました。それこそイコールペイなどの戦いなどで、またご自身がレズビアンとしても公表して、本当にアメリカの象徴的な選手として世界でも有名ですが、そのラピノ選手たち、またアメリカ代表選手たちのああいうイコールペイを求める戦いからどういった刺激を受けたのか、ご自身の中で意識の変化が何かあったとすればどういったことだったのか、それはまた今回どう生きているのか、そのあたりで教えてください。やっぱりそのワールドカップ、去年のワールドカップ前後での彼女の言動であったり、その試合中のパフォーマンス全てを含めて、何かこう勝つだけをこう目的にしていない、その先にある自分が実現したい社会に向けたその目的、強い目的意識を持ってこうプレーしている姿を見てすごく刺激を受けて、自分自身本当にサッカー選手としてサッカーを極めていきたい、楽しみたいっていう思いでずっとやってきたんですけど、それをきっかけに自分ももっと社会に目を向けていかなきゃいけない、社会に価値を与えられるようなアスリートになっていかなきゃいけないよなっていうところを感じ始めました。で、本当に彼女 の, そのワールドカップ後の活動もそうですし、実際に、会って話したこともあるんですけど、本当に人柄が良くてすごい気さくな、人なんですね。で、そういったああやってやっぱり世界をリードするようなことをしている人でも本当にフラットな関係性でいろんな人と接している姿を見て、私自身もやっぱりこういう存在になりたいなっていう、そういった憧れも少しありました。で、そういったことがいろいろ私の中でさまざまなこうエネルギーになっていったのかなっていうところです。はい、ありがとうございました。じゃあ最後お一人もう一方だけ、はい、すいません、お願いします。朝日新聞勝見と言います。よろしくお願いします。レンタルで の, 加入ということだと思うので、そうするとまたその終わった後にですね、またアメリカでのプレーというのもあると思いますが、その今回 の, その男子チームでプレーするということ の, そのなんていうか、そのかつて J リーグで将来プレーしたいみたいなことをおっしゃった記憶もあるんですけども、そういうところに向けた第一歩みたいな形のチャレンジであるのか、それともこの半年間の中で自分がどこまでできるかということにチャレンジしたいということなのか、そろそろ契約メンタル終わった後 の, 目標とかも含めて今回のチャレンジをどう捉えていくかというのをもう少し教えていただけますか。実際多分この期間をでチャレンジすることを経験しないと多分次のことっていうのが見えてこないとは思っているので、自分がこのチャレンジにおいて多分何を感じて何を考えるかっていうこと次第で多分次のプランっていうのが変わってくると思うので、ここの時間っていうのが次のビジョンを決める選択になってくるかなっていうふうに自分の中では捉えます。またそのレンタルに戻りますけど、現時点ではやってみてからまたその次のことも考えたいと思います。もちろんこのクラブに関わっていくことは、この期間だけではなくてこの先も関わっていきたいっていう思いがありますし、それが選手としてなのかまた違った形なのかっていうのは、もちろん分からないんですけれども、本当にこの短期間だけではなくて長期的な目線で力になっていけたらっていうのは考えています。ありがとうございました。以上で質疑応答の時間とさせていただきます。また後ほどですね、3兄弟揃った段階でまた質疑応答を設けさせていただきますので、またそちらでも質問をよろしくお願いいたします。それではここからはトークゲスト、兄弟揃います、長里元気選手、そして長里浅野選手に登場していただきましょう。大きな拍手でお迎えください。じゃあ改めて3人ちょっと立った状態で、はい、
はい、長里家の三兄弟といいますか、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあおかけください。兄弟順に座っていただいております。私に近い方からお兄ちゃん、お姉ちゃん、妹ということで、じゃあちょっとずつちょっと挨拶しますかね。元気さんからお願いします。この度は、長里勇気の入団会見にお集まりいただきありがとうございます。今年2月から、このハイオンセレブンにお世話になってます。やっぱ戻ってきた理由はやっぱ僕こう厚木で育って、地元のために何か したいなっていうのはすごい、昔から、3人で話をしていたところで、こうした話をいただいて、お世話になることに決めました。このコロナ禍でなかなか、ゲーム試合がまだ開幕は、あと2週間切って20日からあるんですけど、なかなか活動できない期間があり、その中でやっぱりそのサッカーだけではなく、それ以外の部分でも、地域に貢献できる、スポーツ選手の価値を高める、そういうことがやっぱ大事だなっていうのも再確認できたし、そういったところでも、厚木市に貢献できるように、やっていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ浅野さんお願いします。一言ご挨拶。はい、私はフットゴルフを始めたんですけど、まず姉が高校のチームに入って、これだけいろんな方、たくさんの方が集まってこう注目されたことによって、こう、かやぶさイレブンもそうですし、こう女子サッカー選手のちょっと皆さん準備をしながらトークセッションを始めたいと思うんですけど、3人の中でこうやって3人揃ってこう人の前で話すっていうのは今まであったんですか？初めてです。初めて初めて、はい、ないです。写真は撮ったことあります。写真は撮った。1回でベルディの時に、僕がベルディのトップチームにいて、2人がベルディさんにいた時に集合写真を撮ってよみたいな感じでベルディの練習着を着て3人撮ったことあります。それだけということですね。私も長年3兄弟それぞれと長く知り合いですけど、3人揃ったの初めて見ました。2人までですね。2人まで最高。こっちとこっち、こっちとこっち、端っこと端っこじゃないですけど、でもここまでやっぱり3兄弟でサッカー選手全員やってるっていうのは本当になかなかないことで、そういうことでも注目を浴びたこともあると思うんですけど、実際ですね、今回真ん中が浅野さん、姉さん、どうですか、こう改めて彼女の今回の挑戦について初めて、相談ももちろんあったかもしれないです、その辺ちょっと経緯を見たから教えてもらっていいですか？どういうふうに聞いてたんですか？こうそのアメリカの大会が終わった後に、僕がハイオンセレブン入っているということで、私もチャレンジしたいという意味で連絡が来て、で、正直なところ、もしなんかこれがこのじゃあ終わって思いつきで、ただ今ハイオンセ入って男子でやってみたいっていう風に思ってたなら、多分そこまでの僕は協力をしなかったと思うんですけど、結構10年以上前から、究極の目標、夢はやっぱ男子のチームでプレーしてみたいっていうのを、聞いていたので、それだったら、兄としてその妹の夢の手助けをしてあげたいなって思ったし、普通に考えたら、男子の中に女子がやるっていうのはすごい、技術は多分普通に通用すると思うんですけど、やっぱりみんなが思ってるようにフィジカルの部分での多分問題っていうのが多分起きてはくると思うんですけど、中にもやっぱりその中で長里勇気だったらできちゃうんじゃないかとか、僕もどちらかというとそっちの方で、本当にどこまでできるかっていうのは僕自身も分からないですし、その中でこのチャレンジをやっぱ後押ししたいなっていう気持ちはやっぱすごくあったので、すぐ福島 GM にご連絡させていただいて、話を進めてもらいました。なるほど、やっぱこう頼りになるお兄さんって感じがします。クソ真面目な兄で私はなんか本人がなんか小学生くらいの時になんかに
将来の夢は J リーガーって書いてあって、って思って、あなた女だよねってずっと思ってて、だからそのあ J リーガーになりたいのかってずっと心のどこかで思ってたから、その話を聞いた時はあやっとなんか一歩踏み出せたんだねと思って、逆になんか、そんななんかびっくりもしないし、なんか。なんか本当良かったねっていうのが大きいです。書いたんですか、ゆきさんは。覚えてないです。本当書いてた、なんか進路希望調査表みたいなやつに。そんな大事なやつに。大きな夢だったんですね、でも。で私は大工って書いたんですけど。っていう、いや、なんて書いたんですか。大工って書いたんですけど、そういう調査表に J リーガーってすごい堂々と書いてたんで、やっぱそれぐらい小さい頃から思うぐらい強い夢だったんだなっていうので、やっぱこの挑戦が、まあ、本当に通用するかしないかは本当に、まあ、私的にはどっちでもいいんですよ。通用しなかったらしなかったで、まあ、その後どうしていくかっていうまた道ができると思うし、なので、まあ、そこは本当にただチャレンジできるっていう環境を揃ったっていうことが本当に喜ばしいことですね。どうですか、ゆき選手。浅野さんすごいちゃんと。嬉しいです。こんなにしっかり話せることだと思いませんでした。そうなんですか。話せます、ね、だって解説者ですからね。あ、そうだ。2人を解説していこうと思います、今後は。でも、ゆきさん、そういう意味では、まあ、自分では覚えてないとおっしゃいましたけど、まあ、こうやって書いて、ね、自然の中でも、自然とそういうふうにもなるように、夢を見て、当時からこう、目標を出たんですね。ですね、なんか、多分その潜在意識の中に、そこが多分幼い頃からあったと思いますし、でこういう流れになったのも、おそらくこう本能に従って生きた流れだったのかなっていうふうに、こう今の話を聞いたり自分のこうしてきた選択を見て、そんなことを今思いました。やっぱりでも兄弟ということは刺激も、ちっちゃい頃からお兄ちゃんの刺激ってすごい大きかったって聞いてますけど、まあ、2人はすっごいお兄ちゃんのこと大好きじゃないですか。あれ、はい、私はお兄ちゃんの部屋の方がよくいました、お姉ちゃんがいる部屋より、はい、お兄ちゃんの部屋によく滞在してました。そうなんですか。でも最近この2人が仲悪かったっていうのを知りました。幼少期ちっちゃい頃ね、はい、女の子同士ずっと仲いいものだと思ってて、そしたらなんかめっちゃ仲悪かったんだよっていうのを最近聞いて。最近ですか。はい、高生です。交流なかったからね。あんまり。でも今すごく3人仲いいじゃないですか。でお兄ちゃんがやっぱりゼリーガーとして活躍する姿っていうのは、ゆき選手やっぱり刺激にはなりましたか。いや、お兄ちゃんがゼリーガーになれるんだったら私もプロになれるだろうっていうのは思ってました。何個違うんでしたっけ。2つです。あの2つか。小学生の頃お姉ちゃんが飛び級でお兄ちゃんのチームに入ってたから、多分もう同じ人だと思って、なんか同じレベルなんだよね、多分。だからすごいいいライバルみたいな。理解です。だから小学校6年生の時に4年生で僕の6年生の学園の試合に出てたので、飛び級で女の子で4年生で出てたんですか。はい、出てたので、それ以来です。それ以来ですか。いや、かれこれ20年ぐらい、後で皆さん計算していただいて、実際でもプレー一緒にすることになりましたけど、そこに関しては今どんな風に感じてますか、小木さん。そうですね、まずやっぱりチームの競争というか、まあ、チームメイトに認められ、監督に認められてからの多分試合出場にはなってくると思うし、そこはまあちゃんと公平に多分監督が判断して、試合に出る出ないっていうのは判断されると思うし、まあ、そこにでそれはそれでやっぱり僕自身もやっぱ楽しみだし、まあ、一緒にプレーできたら楽しいと思います。もしかしたらでも2人でツートとか、まあ、それはないんじゃない。見た感じで2人でツートップやったらバランスよくない。バランスよくない。バランスよくない。どういう組み合わせがいいと思います。2人の一緒にプレーするとちょっと離れてた方がいい。どこでもいいからちょっと距離があるポジション、ちょっと長いパス送り合うみたいなぐらいがいい。あんまり近すぎるとゆきさん、そう言いますけどどうでしょう、お二人の。あんまり間違ってないと思う。でも小学校の時にゆき選手は、男子もちろんと一緒にやってて、今やるでお兄ちゃんと一緒にやることになると、ゆきさん自身はどう感じてますか、お兄ちゃんと一緒にプレーする。
あんまりそこを意識してないですね、兄がどうのこうのっていう、このチャレンジに関しては。たまたまそのチームメイトに何かいるっていうだけで。やっぱ同じと思ってる。はい。でも今これだけ、ね、大人になって同じサッカーという道で歩んできて、まずお兄ちゃん個人のところを聞きたいんですけれども、まあ、今シーズン新加入ですよね、お兄さんも同期になると思うんですけど、まあ、ご自身の今シーズンの意気込みというのもちょっと聞きたいんですけど、いかがでしょうか。そうですね、今月20日からまあリーグ戦が始まるんですけど、まあ、変則的に、まあ、短期すごい短いリーグになって、一戦一戦が本当トーナメントみたいな形になってくると思うし、まあ本当やっぱ応援してくれている方々のためにもそうですし、まあ、クラブとして大きくなっていくためにも必ずやっぱり今年は昇格をしないと本当先がないと思うし、そのつもりでその覚悟を持ってやっぱ戦って行こうと思っているので、もう昇格を本当ノルマとして、それにチームとして、まあ、サッカーの部分もちろんそうですし、それ以外の部分でも、貢献していきたいなって思っております。実際にいろんなクラブを経験してきて、でこれから作っていくクラブ、新しいクラブの中で自分の力をこう注ぎ込むということへの情熱っていうのも一つまたちょっと違う喜びですか。これそうですね、やっぱりやっぱ多分このまま僕引退した後に何サッカーをやっても、なんかクソサッカーとかやっても多分本気で多分サッカーを楽しめるかっつったらそうでもないですし、こうやってなんか、まあ、カテゴリーは、まあ、J に比べたらすごい低いかもしれないですけど、こうやってスポンサーしてくれてる企業の方だったり、応援してくれる厚木市の方だったり、地元の企業だったり、地元の人たちから応援されて、それを背負って戦うっていうのはやっぱそういう真剣勝負の場に置けるっていうのはなかなかないと思うですし、そこでやっぱやるからこそ本当のサッカーだっていうふうに僕は思っているので、真剣勝負を本当楽しみながら、やっていきたいです。浅野さんも新たな一歩ということでフットゴルフチームに、はい、チャレンジするということで、この間初めて大会出られたんですよね。そうなんです、この間初めて出て、実際やってみてどうでしたか。まあ、ゴルフは年に1回3人で行く程度はやってたんですけど、やっぱゴルフって難しくて全然思うようにいかなくて、その時から本当足で蹴りたいなってちょっと思ってはいたんですね、はい、ですごくそれで誘われてやってみたところ、まあ、大自然の中で思いっきり蹴れるサッカーにはない気持ちよさがありましたし、まあ、あとは本当にこう一人で戦うっていう競技をしたことがない、また新しい発見、こう今まで11人だったり、まあ、チーム全員っていう中での責任感と一人でゴフットゴルフをするっていう責任感の違いがまた楽しいなと思って、なんかそこはまあ、新しい発見っていうのもあって、自分はそこを楽しめてるなっていうのは今すごく思ってます。こう選手アスリートとしてこうまた新しい道が楽しくてワクワクする感じ。そうですね、また一歩ずつ、はい、積み上げれたらいいなっていうのは思ってます。でもなんかこれもご縁だと思うんですけど、はやぶさイレブンの中にそのフットゴルフのチームがあるっていうのもすごいこうご縁ですよね。はい、全然知らなかったんで、やっぱ兄がいないと知ることもなかったと思いますし、その本当にいつでもお兄ちゃんのおかげだなっていうのはやっぱ何でも、ね、はい、お兄ちゃんのおかげだな。お二人にインタビューすると絶対お兄ちゃんのおかげっていうのが出てくるんですけどお兄ちゃんいなかったらやっぱサッカーもやってないですし、やっぱ全部お兄ちゃんきっかけなんで、本当いてよかったなと思いますでも3人はこの町で育って、この町に恩返ししたいという思いがあって、そしてこのグラブっていうものが このグラブで活躍することをこう今からスタートしますけども、地元への貢献ということに関して3人の思いすごく強いと思いますが、お兄さんいかがでしょうか。まずそうですね、本当にまあ、サッカーに巡り合わせてくれたのはやっぱりこの厚木市のだと思うし、本当に今まで厚木市に来てよかったな、住んでよかったなっていうふうに思えることがたくさんあったし、で
そんな町に、プロを目指しているチームがあって、そのチームでプレーできるというのは本当にすごい光栄なことだし、やりがいでしかないので、本当に、サッカープレー、ゲームで楽しませることはもちろんのこと、その厚木市の皆さんに、はやぶさイレブンがあってよかったなっていうふうに思ってもらえるようなクラブを、これから目指して、やっていきたいと思います。浅野さんはいかがですか？そうですね、本当生まれ育っていろいろなグラウンドでサッカーもしましたし、いろいろな人にもあったこの厚木市の魅力を、自分たちはサッカーっていうこう発信しやすいものがあるので、そこを、本当に有効活用して、もっともっと厚木のいいところを発信できたらいいなって思うし、やっぱそこがこう自分たちをここまでこう育ててくれたって言ったらあれですけど、そう言っていろいろなことをサポートしてくれた厚木市の恩返しになるんじゃないかなと思うので、これから自分もこう子供も産みましたし、こう次のステップっていうなってきたので、やっぱそこはどんどん恩返ししていけたらいいなっていうのは思います。ゆきさんはいかがでしょうか？3人で一緒にこうやってこう地元に貢献していくこう一歩を踏み出せるっていうのは、3人揃っててなかなか、厚木市の中で名物兄弟みたいになっていただければ一番嬉しいんですけれども、こう兄弟揃ってそういうふうにこう貢献できるっていうことを今どんなふうに感じてますか？多分これが兄一人だけだったり、妹と兄二人だけだったら生み出せなかったパワーっていうのを3人になれば生み出せるかなっていうのは思っているので、その辺のエネルギーの違いっていうのは感じていますし、幼い頃はライバルだったところの方が大きかったと思うんですけど、今はこう3人で協力し合って何か共通の目的意識を持って何かに向かっていくっていう、その共通の目的があるっていうことがすごく幸せなことだなっていうのは感じているので、それをしっかりと形にして還元できるように、ベストを尽くしていきたいなというふうに思います。なんか今日のこの3人のトークを聞いてるだけで、3人のこうキャラクターの違いみたいなものもなんとなく伝わってきますけど、ちょっと聞いた話によると当時一番ご飯食べてたのはゆうきさんだっていうのは本当ですか？なんか僕のおかずとかは全部取られるので、もうみんなで用意どんで残してゆっくり食べてたら食われちゃうから、必死にもう自分の好きなものからなんか最後残したいタイプなんですけど、もう先に食べて取られないようにしてました。なんか唐揚げ大盛りみたいな出てきた時に、もうすごい早いからなんかっていうスピードで食べられちゃうから、なんかもうそこ戦争でしたね。ご飯は好きなものが食べてこないと真ん中の人が食べちゃう。あともっとちっちゃい頃は私の分も食べてたんです。もう食べない、いらないよねとか言って聞いてきて圧かけて、うんって言った瞬間全部食べるみたいな、そうずっとそうです。そういう感じなんですね。でもそうだからこそ今パワーがあるんですね。ゆきさん関係ないと思います。今のこうストイックな食事からは考えられない子供の頃のわんぱくさですけれどもね。さあここで皆さんからも質問があると思いますので挙手をお願いいたします。先ほど同様何名か当てさせていただきます。せっかく3人揃っておりますのでどうぞ質問お願いします。3人の写真また後でちゃんと撮りますので、はい、じゃあ一番最前列の方お願いします。神奈川新聞の石本と申します。よろしくお願いします。先ほどもお話がちょっとあったんですが、ゆうきさんに、女性が男子のチームに入ってやっていくということで、その若い他の女の子たちにも、情報、メッセージを発信ということでございましたけど、単純にそのサッカーという種目に男子も女子も関係なく一緒にやっていけるサッカーになったらいいなと思ったりされてるんでしょうか？それはおそらく生物学的にすごく難しいところはあると思うんですけど、一つの競技としてなんか男女混合種目があったら面白いのかなっていうふうには思ったりしたことがあります。はい、はい、ありがとうございました。他に質問ある方は挙手をお願いいたします。大丈夫ですか？3人揃っておりますので。さっき私がご飯の話しちゃったから
え、でも兄弟喧嘩すると誰が一番強かったんですか？浅野です。え、そうなんですか？口が達者なんです。なるほど。そうなんですか、浅野さん？いや、レパートリーは一つでした。何ですか？あ、ここでは言えないですね。レパートリーは一つでずっと言い続けるっていう。なるほど。あの 今の解説者の立場がありますから、ちょっと言わないようにしましょう。で、今大人になってすごい仲いい。お兄ちゃんそういう時どう見てたんですか、兄弟喧嘩すると？あ、そうか、知らない。知らないですよ。それも見たことないんですか？喧嘩してるのも見たことないですし、なんかチラッと聞いたら、なんか頭、風呂場の水に頭突っ込んでたとかいう話も出てきて、すごい強いものと。そんなことしてたのって思いました。お兄ちゃんと喧嘩することはなかったんですか？あ、でも喧嘩と捉えられなかった。私は怒ってるけど、お兄ちゃんはいなして、何やってんだよ、あははみたいな。その関係は今でも変わらない感じですね。さあ、質問いかがでしょうか。よろしい、どうぞ、じゃあ女性の方お願いします。共同通信の星田と申します。源氏さんと浅野さんに伺いたいんですけれど、ゆきさんともちろん、何度もこう記憶されている時に会ったりとかはされていると思うんですけれど、こう彼女 の海外でのこうプレーだったり経験っていうのを通して、こうアスリートとしてこうどんな選手に成長したなとか、こう会うたんびには変わっていってるなとか、こう同じやっぱりサッカー選手だった浅野さんと、まあ、あの現役のサッカー選手の元気さんから見て、彼女のこう成長というのは、どのような印象か教えてください。僕はタイで4年間プレーをしたんですけど、その理由っていうか、やろうと思ったきっかけが、まさにこの2人が、ドイツで活躍している姿を見て、で、まあ、サッカーだけではなく人として成長している部分がすごい感じられたので、やっぱりそこ、まあ、日本にいただけじゃ、感じることのできないことを、やっぱ彼女たちはもう自分から率先して海外に出て、取り込もう、成長しようっていう姿を、まあ、一番、まあ、家族という位置で間近で見れたっていうので、僕もやっぱ海外でプレーしたいなって思って海外でプレーしたんですけど、やっぱりその海外で行くことによって、日本の良さを再確認することだったり、日本にいたらできなかった経験をができるなって、来てよかったなって思える部分もたくさんあったし、今僕ここまで現役で続けられている要因の一つにも、この2人の存在っていうのは間違いなくあったと思います。そうですね、私は姉の試合を毎年見てるんですけども、やっぱりこう年々驚かされるプレーが多くて、やっぱり一つは本当に足が速くなったな、単純に思うことがありまして、こう裏に抜け出した時のスピードが年々上がってきているので、年を取っているのに若返っているのかなって思うぐらいちょっと上がってきているのと、あとプレーも昔は全然ドリブルができなかったんですけど、急にこうタッチが柔らかくなって、なんて言ったんですかね、もうパサーになるんじゃないかっていうぐらい、本当プレースタイルもやっぱ変わってきて、なんかそこがなんか笑うとこじゃないいろいろ成長してるって話すごいいい話してるだからプレーで見るとこう単純にフィジカルの部分も、まあ、ちょっとずつ上がってますし、昔はなんかただただ体がでかくてドーンって前にフォワードでいたみたいな印象が強いですけども、もうそこが全くないって言ったらですけど、まあ、そこもありつつこうドリブルで剥がしたりとか、自分でできることがどんどん増えてるなっていう印象があって、であと内面的には本当多分皆さんのが知ってると思いますけど、すごく内にこもるタイプだったんですよ昔は。なんですけど、やっぱ海外に出ていろんな国の人と出会うことでこうどうしたらコミュニケーションが取れるかとか、まあ、そういう生活の中で必要なコミュニケーションっていうのをどんどん吸収してって、やはりクラブが変わるごとにやっぱ一からのスタート、一からのコミュニケーションっていうのを取らなきゃいけないっていう状況に置かれ
で、どん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 今まで来ているので、やっぱそこが性格的にもなんかすごい社交的で明るくなって、あ、もう昔のあの人どこ行ったみたいな昔の私と喧嘩してたあの人はどこに行ったんだろうっていうぐらい、今は本当にこう、まあ、常に笑顔ですし、やっぱ誰に対しても気さくに本当に話せる、なんか本当オープンな人になったなっていうのは見ていて思いました。大きくうなずいていますね、元気さん。そういったところも、それは確かにそうだなと思います。特にアメリカに行ってプレーしだした時と以前と の, その勇気 の, そのなんか僕の印象は、なんかそのアメリカってドイツいるぐらいあたりまでは、なんか長里勇気をなんか演じてるっていう、そういう感じがすごいあったんですよ、僕の印象ですよ、あくまで。だけどなんかそこにアメリカでプレーするようになってから、なんか自分の素の自分を、素の勇気をなんか出してるな、伸び伸びプレーしてるなっていうのはすごい感じました。うん、嬉しいですね、勇気さん、そうやってこう2人がすごく見てくれてる。そうね、うん、前にも同じようなこと言われて、なんかやっと自分のことを理解してもらえたっていう、一番身近な存在に、今までほら理解されてないっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあ、ライバルでしたからね、お互いね、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、どなたか質問もしありましたら、これで最後の質問させていただきます。よろしいですか。はい、ではここで、3人揃っての写真撮影の時間とさせていただきますので、のように前、ここで壇上で大丈夫ですかね。はい、じゃあ壇上で、なんかじゃあ皆さんちょっとこう、さっきみたいに密にならない程度に出てきていただき、じゃあユニフォームなしの段階、あ、そうか、じゃあ姉妹2人のバージョン、もうちょっとしたらお兄さん戻ってきますんで、すいませんこの間リクエスト出していただいて、ポーズなど撮ってもらって、はい、お兄さんいないんで、まあちょっと2人の今ユニフォーム取りに行ってます、すいません。じゃあ後ろの、じゃあテレビ用に、兄登場じゃあ揃いましたので、改めましてスリーショットお願いします。ポーズなどのリクエストありましたらお声掛けください。まずスチールの方でお願いします。なんか手合わせたりっていうクラブの、これいらない、いらないですね、はい、わかりましたじゃあ後ろのテレビの方の方に目線お願いします。なんか一応ムービーなんで動いていいですよ。方角も指示していただければ大丈夫ですか。一番いい笑顔ください。唐揚げ取られた時の笑顔で一番ゆきさん今嬉しそうですけどいいですね、スリーショット、これ記念になりますね。はい、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、以上写真撮影とさせていただきます。皆さんでは席にお戻りください。
皆様、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。今後の長里三兄弟のご活躍およびハイブサイレブンの検討をお祈りいたします。本日は皆さんお忙しい中記者会見にお集まりいただきまして本当にありがとうございました。お三方に大きな拍手をお送りください。そして代表もありがとうございました。会見は以上となります。皆様本日は本当にありがとうございました。お気をつけて。 あとホテルの方からあれですね、カフェで1階で どうすれば、あ、そうですか、会見のって言っていただければカフェでお茶がいただけるということですので。